と普段は、美容師をしていて、美容室を経営してるんですけど、レンタルフォトスペースっていう感じでレンタルスタジオ兼美容室、個人の美容室をしてます。でたまに、一人でやってるんで、こうやってヘアメイクとして外に、フリーランスみたいな感じで外で活動させてもらったり、いろんな場所で動いてさせてもらってます。そのレンタルスペースは、そのレンタルしてもらう、カメラマンさんとかにレンタルしてもらいたいから、ドライフラワーとかの装飾をたくさん置いていて、そこのスペースでフリーランスでやってるカメラマンさんに来てもらって、お客さん撮って、そのヘアスタイルを私がしてっていう感じ で結構あのヘアアレンジが得意というか好きなので、普段は美容師なんですけどヘアアレンジを結構強みにしていて、なのでヘアアレンジだけで、結構たくさんお客さんは来てもらいたいなと思ってます。場所は和歌山市の中之島、和歌山駅の裏ですね、にあるアトリエジジっていう青い扉の美容室が、美容室でやってます。はい、来てください